おはようございます今日は5月 25, 25日火曜日となりました、えー、試合まであと,日あと19日ですね20日を切りました、えー、あっという間ですね本当に今年のもう年明けから試合あるつもりでずっとこう気を張り詰めて追い込んできたんですけど や,やっとねあともう3週間ないぐらいで戦えると思うとすごいワクワクしてます東京ドームっていうね最高の舞台で、えー、戦えるのですごく気持ちはほがらかになってますねはいえー、昨日もまあ公開練習が終わってまあ自分的にいつもねこの公開練習が終わるともう本当にやっともうスイッチが入って試合モードになるっていう、えー ルーティンなんですけど、まあ、今回も相変わらず、えー、公開練習が終わってやっと試合だなという感じでいます、えー、まあサブチャンネル別にこれ自分でこうやって撮ってピッて投稿してるだけなんで全然負担にはならないんで、まあ、またできれば毎日ね直前までこういう風にやっていきたいなと Twitter みたいな感じであのやっていきたいなと思うんで ぜひ皆さん心配なさらずに見ていただければ嬉しいなと思っております。はい。では皆様、今日もアがるぐほがながに生きて参りましょう。ありがとうございます。ではさよなら。さよなら。